ラブリー山田です。イェーイ。せーの。いいね。I love me。こんばんは。えー、一つ気に、気になった。ああ。なんか俺、昨日、マンションの入り口での階段でつまずいてこけたの。っすげ痛いなーって。こけたよーって。 うん、足くじいたよ少し、まあ、次の日には治って軽傷だったんですけど、まあ、その日に昨日いくちゃんもじ自転車でぶつけられて交差点で「いくちゃんもこけたよ」みたいな夫婦揃って <laughs>「こけたよ」って、まあ、2人とも軽傷なんですけど「あ気が合うな」みたいなやっぱこう絆やっぱ結ばれてんだなーっていくちゃんと俺は奥さんとね、まあ、そういう風に思いました夫婦はつながっている。 いいいいでですすね感じ僕ウーバーイーツの配達員させていただいてるんですけどもあのなえー、どこだあのな,っなんてんなのあそこ熊野町前野町うーん志村坂上の方どっちかっていうと志村坂上って駅あるんですけども。 で男の人の20代半ばぐらいかな前半ぐらいかなもしかしたら学生かもしんないですそちらにあのケンタッキーを届けさせていただいたんですけどもドア現金払いだったんでこう直接手渡しだったんですよそんでドアに貼ってあった言葉があったんですよ「他人に期待しない」って書いてあったのいいねーと思って <laughs> <laughs> 玄関の入り口にだよ。他人に期待しないって書いてあったんだよ。まだに、よすげえなーって。俺二十歳ぐらいの時は他人に期待するだよ。だ自分は能力がないとか自分も何もできない人だから、他人に期待する。ラブリンはね。っていうスタイルでしたよ、つい最近まで。 その人、他人に期待しないって張り紙バーンって書いてあって、どういうことかっていうと、自立してるってこと。基本的には自分で何でもできますよって。自分が夢を勝ち取るよって。自分がチャンスをつかむよって。自分が金、稼ぐよって。そういうこと。自分がやるってこと。うん。 他人に期待するるだとさ周りがやってくれるじゃん例えば自分が、えー、うーん収入が低いとするじゃないで例えば収入が自分が収入が低いのは政治のせいにしたり国のせいにしたりうん親のせいにしたり友達のせいにしたりだもしかしたらお金恵んでくれるかもしんないけどいつ恵んでもらえるのいつくれんのその金いつ,いつ制度が変わるの いつ日本のの仕組みって変わるのその間にお隠れになっちゃうよって魂だけになっちゃうからそうじゃなくて自分で作り上げていく自分でおのシしいのであれば自分で仕事を見つけていく副業をやってみるとかそういうのがほんに自分で考えて動くっていうのが自立だなって思いますはいなんですけどその気持ちの上で困ったら 助けててもらうっていうっいいいいの僕と思います例えば、えー、僕の大好きなピカ先生に僕サムネイルとか動画の編集一切しないスタイルなんですけどもサムネイルはピカ先生に作ってもらうとかで、えー、僕仕事から帰ってきてうん気持ちよく、えー、仕事から帰ってきたら「いくちゃん、ね、ご飯作っといてくれると嬉しいよ」みたいな「ありがとうございます」当たり前じゃないから。 ご飯作っていただくのは <laughs> ああいうふうに作っていただいているのでそういうを感謝して夫婦としてこう、うん、なんていうのかなチームワークってわけじゃないんですけどもそういうのも大事だと思います自分が全部できると思った上で周りからの応援や、うん、していただくことにはすごく感謝していくそこの自分の自立自分が何でもできるよ となった上で、いろんな作用がある。くれくれ、くれくれくんじゃ、いつもらえるか分かんないし、寂しいよ。イライラするし。期待するから、裏切られたって感情があって、ざわざわしちゃうから。期待しなかったら、裏切られるっていうのがないから。生きていきやすいし。いや、改めてこう、他人に期待しない。 自分が自立するっていうのに改めて今日一日フォーカスしてそのお客様に対してすごい気づきがあったな改めて考えさせられたなって本当に感謝してます終わりますイェーイせーのいいね I love me イェイイェイイェイ